高速データ通信対応が嬉しい携帯電話32,000円で。おお、今となってはゴミ。はいよ。いや、レアメタルはあるけど、レアメタルぐらいしかない。レアメタルじゃないな。都市鉱山っていうか。うん、それはあるけど。100万円クイズハンター。はい、ということで今週もやっていきましょう。毎週木曜日更新の木曜スペシャル、クイズゲーム枠はこちらのゲーム100万円クイズハンターをやっていっておりますので、やっていく感じでやっていきましょう。何言ってんだこいつっていう話ですが、テレビハンマーで、ハワイ旅行獲得を目指すというところで、結局優勝しても3分の1の確率で当たるか外れるか、国内旅行かというところなんで、なかなか難しいところではあるんですが、ハワイ旅行そろそろ取っておきましょう。3週目ですからね。さあ、ということで3週目やっていきましょう。そろそろ次のフェーズに行かないとね。というところなんで、まあ、優勝はもちろんのこと、ハワイ旅行を目指していきます。100万円クイズハンター。OK、いかがですか？生活の苦闘点です。お茶でも飲みながらお楽しみください。お茶でどうぞ。それじゃ行きましょう。ジャンル、さあ20ジャンルが出ました。スナンで行こう。1個目はこの辺で行ってみようかな。どの辺だ。エトセトラ1から行きます。家の一部の名前で、イリモヤ、キリズマ。あ、これは床の間や。床の間や。おそ、続きをどうぞ。ダメっつってた。家の床の間や。うん、床の間。はい。あれ？屋根か。あ、なるほどね、切り妻。そういうことですか。屋根でした。いつでもどこでもゲーム。あ、どうでもいいやつやった。携帯用ゲーム機。別にいいよ、これは。8000円やったら別にいいよ。お好きなジャンルをどうぞ。さあ、間を取って黄色のボックスが選びます。芸能音楽。ペギー葉山が歌った南国土佐を後にしての中には、高知県の民謡が。なんだ、詳しくなさそうな顔してるもん。けどです。はい、お手つき。もう少し聞きましょう。どう。ペギー葉山が歌った南国土佐を後にしての中には、高知県の民謡。同じとこで押すなよ。土佐恋節でした。もうちょい聞けよっていう問題を、もう少し聞け。大容量が嬉しい。ああ、いいね。15万2000円冷蔵庫。飲料が多いですね。これは人気です。普通の瓶ビールに加えてヤクルトかなんか入ってんじゃないかっていう。指摘が長い。さあ、お手つき期間が終わりました。それでは黄色のボックス、好きなジャンルをどうぞ。さあ、黄色のボックスはエトセトラ2を選択。焼きもち焼きの奥さんを皮肉った川柳で、女房の焼くこ。押してくね、どんどん。そして外しまくるね、君は。続きをと。生活の苦闘点だな、あいつは。焼きもち焼きの奥さんを皮肉った川柳で、女房の焼くこ。同じとこで押すなよ、だから。全然問題がわからんまま答えだけわかっちゃう。モダンなリビングにぴったり、ソファー6万円で。6万円ソファー、いいですね。
では赤のボ選んでください。どうぞ。体。生後6、7ヶ月ぐらいの赤ちゃんに起きる原因不明の熱をいろいろなこと。全然わからない。知恵熱。いい感じでした。ものすごい。みんな押したけどエンターだけ押せず。大切な人との祝い事を彩る高級シャンパンセット3万円です。シャンパンセットです。はいよ。まだ押せてないですね。今日も素敵な商品を。とりあえず1回目の CM が入っちゃいますけれども。まだ押せてない。見事チャンピオンになるとペアで行けるハワイ旅行にチャレンジ。赤の人がすごい髪型やな、ほんまに。そして緑のやつは生活の苦闘点や、ほんまに。そして黄色の人は七三じゃない、センター分け。富士通パソコンシステムズの開発で。そして先週言われましたが、あのノリの昔のデンプンノリのあのアヒルの蓋の部分みたいな顔してるねって言われました、ね。そんなエンタが何とか優勝を目指していきましょう。アタック25の CM から始まりましたね。それでは赤の番選んでください。どうぞ。食べ物飲み物。フランス生まれのお菓子で栗の実を砂糖で煮詰めた。まあ押されたな。マロングラッセなんでやねんこいつはなんやねん。お手つき中井くんみたいな顔してる。若い頃の中井くんみたいな顔してる。問題聞かずに押そう。マロングラスやろな。あ、甘く煮たクリオっていうぐらいやから。さあ何でしょう。おー、いいね。ダイヤモンドネックレス。ダイヤモンドネックレス20万3000円です。あざす。戻してください。もうバスが消えました。では青の僕どうぞ。じゃあ道具。古代エジプトのピラミッドの建築でも使われたという滑車を利用した機械でビルの建築。なるほど、分からんけど押してまった。クレーンだそうです。滑車を利用した、あ、そっちの方ね。デパートをはじめ全国加盟店でお使いください。商品券10万円分です。でかいな。これは人気です。いい商品ですね。それでは赤のボジャンル選んでください。お話。おなじみの昔話竹取物語でかぐや姫は竹の中から生まれました。ん、そこで押せる。うわぁ、勘が良すぎない。それは竹の中から生まれましたが、でも押せる。高速データ通信対応が嬉しい携帯電話32,000円で。おお、今となってはゴミ。はいよ。いや、レアメタルはあるけど、レアメタルぐらいしかない。それでは赤の好きなレアメタルじゃないな。都市鉱山っていうか、うん、まあ、それはあるけど、それぐらいしかない。荷物を運送するとき、上下を逆さにしてはいけないと。ああ、わかったわかった。これは余裕。違う。電池も酔う。これだな。オッケー。昔ながらの風情を今に残しています。チャブ台か。29,800円です。結構いい値段すんねんで、あれ。チャブ台。そこで皆さんの紹介テーマ。はい、紹介 VTR。 武田学ぶない、ウド鈴木じゃない、しかも会社員ない学生。頑張るちゅうのっつって、全然頑張ってないちゅうの今んとこ何も頑張ってないちゅうのって押しちゃったよあいつ。あ、でも押そう。押せないっていうね。俺は押せないっていうなんであいつだけ押せんねん。以上の4組の皆さんで今日はハワイ行ってもらいたいね。では
青の僕。黄色はライバルやな。黄色は絶対後でシャシャリ出てくるわ。生き物問題いこうか。大衆魚としておなじみの魚ですが、俗に生き草。生き草。サバです。ようやく当ててきましたね。これ一台で衛星放送も思うまま、カラーテレビ22万9000円。いい値段するな。でかいんかな。で、緑のボックス、ジャンル選んでください。おしゃれ問題です。好きそうやもんな。女性の下着の一つで、滑るという意味の英語。滑る？スリップだそうです。女性の下着問題に強いな。折りたためて収納も簡単、卓球台59,800円です。邪魔やな、あれはいらんわ。あれは家で邪魔になるで。そんな卓球やろうっていう場面ないしな。選んでください、どうぞ。言葉問題。目的地について要件を済ませるとすぐ引き返すことを。え、トンボ返り的なことか。ああ、そういうことですね。はい、なんとかわかりました。はい、正解。めっちゃ盛り上がったな。バナナ1年分5000円です。いらねえ。いや、いるか。まあちょっと今高級になってきてるし、バナナ。ちょっとバナナ高級になりつつあるし。では青の僕。1年分を5000円で賄える？ 1 日1本ぐらいの感じか。それにしても安ない、5000円って。どういうこと？遊び漫画。漫画ポパイとドナルドダックは共にセーラー服を着ていますが、ポパイ。なんや、パイプ。いや、勘やろ、もう完全な。それはもう知恵とかの問題じゃないの。運動不足でお悩みのあなたに、ウォーキングマシン29,800円です。はいよ。黄色のボ好きなジャンルはどうぞ。料理。料理問題です。熊本県の名産品でレンコンの穴の部分。ああ、これはあれやな、去年の M1 にも出てたな。からしレンコンやな。一番が正解になり確率高いな。からしでした。またアイワのやつ。いや、アイワじゃないかもしれないけど、もうアイワのやつにしよう、これ、いつは。いいですね。アイワの製品だ、きっと。で、青の僕、どうぞ。趣味芸術。ハンカチに刺繍したり、指輪に彫り込んだりする。名前の頭文字。名前の頭文字。イニシャルか。はい、正解。ゴールデンハンマー出ないな。ゴルフ練習セット49,800円です。パターの練習ができます、これで。で、青の僕、お好きなジャンルをどうぞ。まだゴールデンハンマー出てません。1,2,3,4,5,6,6,6。この6個のどこかにゴールデンハンマーが潜んでます。チリ。東京ディズニーランドは千葉県の浦安市にありますが、では新都。新都はない。東京ディズニーランドは千葉県の浦安市にありますが、では新東京。新東京。
何やねん。もうちょい話聞こうぜ。新東京ぐらいしかまだ分からへんやん。成田市にあるもの？可愛いハムスターが今日から買えます。ハムスター飼育セット1万円です。成田空港ぐらいしか分からんねんけど。新東京国際空港か、成田空港って。さあそれでは。分かんないっす。緑のボックス、ジャンル選んでください。どういう紹介が来た。キャンプの時などによく歌うピクニックという歌では、丘を越え、何丘を越え行こうよか、行こうよの次は何て言うかっていうとこ。シンプルなデザインが受けています。ケトル、まだゴールデンハンマー出ない。さて一体どこに出てくるのか。黄色のボジャンル選んでくれ。そして高額商品は何なのか。平安時代、立花の早成が藤原義房に対抗して乱を起こそうとした。いやもう歴史問題押されへんわ。842年、すごい知識量。 CM カットもできて便利なビデオデッキ、7万8000円です。当時はむちゃくちゃ重宝したけどね、あれ。それでは赤の番選んでください、どうぞ。さあまだゴールデンハンマー出ない。この3つのどこ。スポーツ。3歳でハーフ48を記録したといわれるプロゴルファータイガー・ウッズ。タイガー・ウッズだけで押せる。60位やねいやいや無理やろこれは。どこの出身かとかやろ、すぐ行くとしても。永遠のブルーの輝き。うわー、またダイヤモンドリングの争奪戦やこれ。かなりいいですよ。まだ出てないですよ、ゴールデンハンマー。どっちに入ってる。ことわざ。追い詰められた人間は意外な反撃に出ることもあるものだという意味のことわざ。え？キュウソ。キュウソでした。キュウソ猫かもね。ここでないと。ラストに来ました。ゴールデンハンマーはラストに潜んでいた。さあ誰がゴールデンハンマーを取るかです。これは取っておきたい。ゴールデンハンマー欲しいです。私まだ取ったこともないので。百日紅とも呼ばれる植物で、幹の皮がツルツル。あ、これはサルスベリか。サルスベリやな、百日紅。オッケー、これはいけたな。素早い押し方でした。来ました、ゴールデンハンマー。タンスか。これでめっちゃタンスじゃない。キャンプ用テント95000円。キャンプ用テントいいですね。462600円です。リアルな建設機械シミュレーター。さあ CM。 まあゴールデンハンマー手に入れたので、とりあえずそれに正解さえすれば、ダイヤモンドいただけますね。ダイヤモンドの指輪を。なので40万は確実に取れるんだが、それを守り抜けるかというところですね。さあ今回もまんべんなくみんなが答えたので、指輪争奪戦というところには変わりはありませんが、誰がそれを手にして優勝するかというところですね。むちゃくちゃ笑顔で持ってきますゴールデンハンマーをむちゃくちゃ笑顔で持ってきてくれます。ありがたいですね、本当にね。さあ誰が優勝なるか。ハンターチャンス1、全員でいきます。油で揚げたり焼いたりして食べるイカの足の部分。そうか、これは取られた。黄色以外のものを指輪を狙うでしょう。40万が動きます。黄色のボックスとこっち。そう、これで黄色は今のところ優勝候補。さあゴールデンハンマーは青のボックス。まず何を取るか、まず指定しよう。
ダイヤを取りましょう。これはね、他の方は答えられません。さあ、エンターだけです。ただお手つきがあるので1回しか答えられない。片方の足で最高11本まで秒をつけることができるスポーツ選手がよく履くこの靴を何というでしょう。ほい。サッカーシューズ、スパイクシューズ。はい、正解です。サッカーシューズもスパイクシューズじゃないの知らんけど、サッカーシューズもスパイクじゃないですか。まあ、とりあえず指輪をいただきます。指輪いただいたみたいなね、ルパン三世の気分です。結局はだから指輪を最後に手にしたものが優勝というタイプになります、今回の試合はね。1番茶よりも2番茶、3番茶の方が多くなるという成分で。なるほど、わからん。カテキン、ちょっともうちょっと問題を聞きたいな。1番茶よりも2番茶、3番茶の方が多くなるという成分で。押すなっつってんの押すなっつってんの、なんでそこにもう押すのよ。同じとこで押すのやめて、ほんと。またダイヤが動きます。さあ、ハンターチャス残り2回なんで、この2回で2回のうちに取っておくか、それとも1回これハンターチャンス4で取って守り抜くかですね。5、おなじみの商家、ふるさとで山で追ったのはウサギですが、で、残念残念。小舟や、小舟、もうちょっと聞いてください。小舟釣り師や、船や、船。はい、小舟。よーし。青以外のものを何か指定してください。何色のどの品物ですか？まあダイヤですね。さあ、ハンターチャンス5でこれを防衛できるかです。結局はそこになります。いきますよ。ここは答えるしかない。全員です。俗に善玉と悪玉とがあると言われるもので、血管に沈着。これはもう押すしかないな。コレステロールでしょう。うん、はい、正解です。ということで守り抜きました、このお金を。青以外のものを何か指定してください。次に金額でかいのはどれだ。冷蔵庫、テレビか。テレビですね。テレビをいただきましょう。青のボックスに移り、これでレトロゲームやりたいと思います。これでレトロゲームやろうと思います。ブラウン管テレビ家にないんでね。青のボックス、チャンピオンです。ありがとうございます。3週連続チャンピオンになりましたが、問題はここからです。ペアで行ける楽しいハワイ6日間の旅にチャレンジ。3度目の正直なるかですよ。さあ、頑張ってください。大事な場面です。さあ、3択です。何色いきま、どこ行きましょう。まだ緑は叩いていないですが、ピンク。俺あんなダサいカーキ色のズボン履いてたんや。おお、来た。おめでとう、ハワイゲット。あざーす。初めてや。こういう感じになるのね、演出。柳生博士の表情は硬いけどね。柳生さんの表情は硬いままだけど、とりあえずあの静止画じゃなくなっただけでも嬉しいです。ということで、ハワイ旅行を無事獲得いたしました。3度目の正直になりました。1周目は
ピンクを叩いて国内旅行、2周目は黄色を叩いて国内旅行と続いていたところ、ピンクでハワイ旅行が出ました。無事、目標達成ということで、来週からはテレビハンマーを卒業し、なんだろう、もう一個の二つ目の、モード、忘れたけど、名前忘れたけど、それをやっていくということで、ひたすらハンマーやったかな。それのクリアを目指して来週以降やっていきたいと思いますんで、まあ、ゲームとしては変わりませんけどね、クイズを答えて、その景品を獲得していくという、金額を獲得して優勝していくというところは変わらないと思いますけれども、来週以降はそれをやっていきたいと思いますので、来週もお楽しみにということで、来週木曜日に更新してますんで、来週木曜日にお会いいたしましょう。ゲーミーズオックス、今回はここまでです。また次週です。お疲れ様でした。富士通パソコンシステムズの開発でお送りしました。ハワイの格好になってる。また来週です。